と蒲田に着きました。この後ママの母国の料理が食べれる美味しいお店に行きます。そこで日本人の人だったら多分びっくりするだろうな、こんなのがあんのみたいな。でもめちゃめちゃ美味しいんで、それを今日は紹介します。ね、ママさ、ちょっと聞きたいんだけど、なんでフィリピンのご飯って日本だとあんまりメジャーじゃないの？それはこっちが聞きたいんだけど、すごい美味しいのに。美味しいよね。ちょっともっとメジャーになってくださいよっていうことで、今日は美味しいの紹介したいんだよね。お店が蒲田駅から歩いて何分ぐらい？多分ね、ママの足だと4、5分かな。結構遠いな。どうぞ。わすごい、なんかすごい。わすごい。なんかすごい。こういう感じのお店なんだ。そう。初めてだ。いや、初めて。来たことないよ。1000円で食べ放題なんですね。なるほど。じゃあ、お願いします。ママ、この牛肉美味しそう。じゃあ、ちょっとママに今、甘いでいいですか？これ美味しいんだよね。これは何ですか？これは。さっきのビスケットがある。ビズティックタガログこれはポークステーキですね、はい、すごい、ご飯回答、日本人向けに、はい、ポークステーキ、日本人なんで、あ、日本人、はい、日本人です日本人だ、失礼しました、日本人の方でした見分けが分かんなくなりますね。これはチキンバーベキューとポークバーベキュー、ポークバーベキューですね。あ、なるほどなるほど。私は食べやすいやつの方。日本人の口に合うのは何ですかね。全部合いますね。あ、全部合います。今日のメニューは全部合います、ね、これはビーフシチューと同じなんで、あ、ビーフシチューなんですね。これは酸っぱいスープです。トムヤムクンみたいな。いや、そうじゃないな、もっとこう酸っぱいです。あ、もっと酸っぱい、うん、のエビです。じゃあ今から取っていきます。何？ママが紹介するの？個人的にママが好きな食べ物はどれ？ビスティックタガログ。な、何？ビスティックタガログ。ちょっと待って、日本人向けの発音でビスティックタガログ。そう。あ、そうなんだ。もう作ったじゃん。ビスティックタガログだぞ。ビバビグベビビビスティックタガログだらしいです。ちょっと難しい。これはお豆腐の料理かな。で、バーベキュー。なんか中華料理みたいだね。それはビーフン。あ、ビーフンね。米麺ね。これ、ひがあ。あ、トムヤムクンスープね。そうそう。ほぼ。あと、デザート的なココナッツミルク。やば。これめっちゃ食べたい。これあれだよ。これ、紫芋のお餅なんですよ。え、これ好きなの？え、めちゃくちゃ好きだよ。これ、紫芋のお餅でしょ？紫芋のお餅じゃない。あ、餅なんだけど。じゃあ今度はこの青木の取ってもらえるんですね。うん、どれがいい？ちょっと甘い系攻めたいな、やっぱり。私はフィリピンのデザートが好きなの。これですね。これを2切れ。美味しそう。これめちゃくちゃ好きなんだよな。どんな味かわかんないでしょ、視聴者さんは。お、いいね。インスタ不映え。全く映えない。でも美味しい。あとこれね。これ取りたい。これあれでしょ？これめちゃくちゃ好き。なんだっけこれ、コンデンスミルクとココナッツミルク。うん。タピオカ入ってる。ビビとタピオカ、ね、これ絶対日本で流行ってほしいんだけど。好きでしょ日本人これ。美味しいんだよ。じゃん。ということで今置いてあるのがこのビスティックタガログという、なんだっけこれ、豚肉のポークステーキ。ポークステーキとこれ同じですね。これこれがもち米のなんか紫の美味しいやつ。ビコっていう。ビコ。これ日本人の方絶対好きなんで、これ後で食べます。これタピオカのココナッツミルク、ピンク色の。これも後で見せます。で、もう見えちゃってるんですけど、今日皆さんが見たらびっくりするっていう食べ物、これ何でしょうか。実はですね、これ豆腐なんです。日本人からしたらさ、お味噌汁じゃん豆腐って。これデザートなんですよ。これ上に日本のあのタピオカ屋さんでもよく見る黒いブラックタピオカと豆腐と黒蜜、これがめちゃくちゃうまいんですよ。これあの角煮とチキンね。これが実は皆さん知ってました、タロハロっていうのは台湾じゃなくてフィリピンの食べ物なんですよって。よくミニストップではあるでしょ、うん、混ぜ混ぜってね。それを今から食べていきます。じゃあお互い好きなものずっと食べていきましょう、はい、じゃあレビューマスターなのでレビューを私がするっていう感じで、ママは好きに食べてていいよ。お腹すいたでしょ。本当、はい、もう何も食べてきてなかったもん。あ、これビコ、これすごいんですよ。これいかにも。しかも私の着てるお洋服の色と同じです。確かに結構どぎつい色してるけどね、これ初見さんびっくりするよね。これはまさに天井ごはん。なんか言葉が失いました。これなんだろう、ちょっとちっちゃく、これ見ます、茶色いのが上につぶつぶ乗ってるんですけども、これは何かというと焦がしたココナッツミルクを焦がしたらこうなります。はい、これめちゃくちゃ甘いの。これなんていう味なんだろう、なんかね難しい。これはあの炊いたお餅、もち米、うん、でココナッツ
とお砂糖を入れて、ちょっと声がついて、上にあのこの焦がしたココナッツをトッピングしてじゃ あのみんな気になってるこの紫色は何なのよっていうことなんだよ。これはただの色だけです。マジか。フィリピンでさ結構こういうさカラフルな色の食べ物多くない？特に紫が多いね。そういかにもあんまり大きな声で言えないけど体に悪そうじゃないみたいな。悪い。あ悪いよ、ね、その通り。でもめちゃくちゃうまいんですよ。これが多分日本でも流行ると思う。てかタオも絶対流行るからちょっとこの後見てください。まずこれタピオカなんですよ。タピオカのココナッツミルクとゼリーで、このポークピッツだっけ、なんだっけポークステーキ。ポークステーキね。はい、食べてください。ママはこれです。これがポークステーキで、ポークステーキいきます。これ美味しいの？これ美味しいじゃん。これ食べたことない。ある？ないないない。ママ作ってるから。ないない。動画にも出してたじゃん。うん、でしょ、うん、食べたことあるでしょ、うん、思い出した。これめちゃくちゃうまくない？なんかさ勝手な想像なんだけど、フィリピンってさ牛少なくない？なんか豚肉のイメージ。でもあるよちゃんと。ただ豚がいつもつきたてだから。あそっか、つきたてなの。殺したてってこと？見てもなんでこいつ。そういうことね。え、あ、そうなんだ。なんか勝手に豚って牛の介護官、牛よりは下ではねみたいな見方してんだけど、これだったら牛超えられるね。あ、そうそう。めっちゃうまくない？多分、豚が上かな。あ、豚が上なんだ、うん、豚の方が人気なんだ、うん、このネギもめちゃくちゃうまいよね。うん、これまだ食べれないけど。え、食べれないの？ネギだって玉ねぎ食べる気ないって言ってるじゃん。あ、じゃあ、違うよ、ママもこれ食べたいな。何だから最後だって。何なんだよ。でも今日ママ可愛いね。え、なんか可愛くない？箱を捉えたくないだけでしょ。違う。じゃあハロハロ行きます、ね、ちょっと近くで。これね、すごいのがこの中に入ってるバナナが私は一番好きなんですよ。日本のバナナと全然違うの。日本のバナナってさ、あれじゃない、ネチャっとしてない、まあ、それも好きなんだけど、これね、コリコリしてるんですよ。コリコリしてるバナナ。お料理されてるからね。お料理用のバナナだから。あ、料理用のバナナっていうのがあるんだ、うん、で、お料理されてるからそういう味になってる。じゃあちょっともう前に突き出して混ぜてもらっていいですか？いきますよ、はい。なんでハロハロって言うかっていうと、あ、じゃあちょっとこれも見せよう。今日まで実はあのハロハロって台湾の食べ物だと思ってた。え、フィリピンなんでしょ？フィリピン人の子供なのに最近までっていうかさっきまで台湾の食べ物だと思ってたんで、出てきましたね。ハロハロとはフィリピンのデザート。他国のパフェやサンデーに相当する。ハロとはタガログ語で混ぜるという意味で、ハロハロするから混ぜ混ぜって意味か。で、混ぜ混ぜって名前なんだ。そうだから混ぜ混ぜって知ってるじゃん。日本語直訳すると食べ前に混ぜ混ぜしないと食べられない。日本語直訳するとダサくない？混ぜ混ぜ。そうなの？だからハロハロっていうのは、ハロっていうのは混ぜるって意味なんでしょ、フィリピン語で、うん、だから混ぜ混ぜっていう名前でしょ、うん、これ、うん、日本語だと、うん、面白くないっていう。そうかな。なんかさ、さっきも多分冒頭で言ってんだけどさ、あ、食べながらでいいよ。なんかフィリピンの料理って日本でなんでメジャーになんないのかなってちょっと悩んでたんだけど、意外ともう根付いてるんだね。おいしい。ちょっと私食べていいよ。私も食べさせてあげてもいいよ。え、いいの？いきますよ。じゃあお願いします。はい、ちょっとあのやめてもらっていいですか？ちょっとお願いします。めちゃくちゃうまい。違うのよ、あのアイスじゃなくてバナナをくれないの？え、バナナあるかな。これが料理用のバナナなんですけど、食感がコリコリしてるバナナ。うまさに臨場感。あれなんかさ、もう今日調子よくない？顔いつもと違うの。このカメラ越しで見てもすごい今日漏れてるっていうか、10歳ぐらい若くない？え、ほんと？ほんとほんと。やめてよ。なんかさ、前から気になってんだけどさ、これ何？これカオン。カノン？カオング。カオング。体にめちゃくちゃ悪そう。フィリピンのデザートとかこういう料理とかが日本にね、そのまあハロハロ以外でよ、もっと根付いていいと思うんだよ。こんなに美味しいのに、なんで日本に根付かないの？なんでなんだろうね。ママはずっと日本に住んでるわけだから、ママもそんな答えは分かんないの。なんでさ、流行るの大体さ、台湾とかさ、中華料理とか韓国料理じゃん。これもめちゃくちゃうまいんすよ。じゃ最後にこれですよ。日本は30ペソ、100円っていうのは40ペソだと思う。100円以下で買えるの？そうね。これはなんかフィリピンだと、その朝起きた時に日本で豆腐屋さんみたいな感じで、あのおじさんがなんかバケツ担いで、なんかかな、ちょっとバケツっていうか、なんていうの、ステンレスでできてる缶みたいな、今回でしょ。なんて竹をこう両側にバケツを、江戸時代のさ、あのさ、そうそうそう、昔の。フィリピンって何、江戸時代から発展してる？多分。
いや、多分今は違うと思う。バケツ持ったおじさんから私よく買ってたんですよ、ちっちゃい頃。それが本当に美味しくて50円ぐらいで食べれるんですけど、それがマイコップを持ってお願いしますって、ね、もうこの子がすごかったんですよ、はい、もう寝てたのにもうみんな下でもう起きててなんかおしゃべりしてて、でこの子がタホータホーという声を聞こえると、もう階段から飛び降りてマイコップを持ってきて、はい、外にマメータホーお願いって言ってたんです。めちゃくちゃうまいんだよね、うん、食べます。これはママの美味しい食べ方だと、これ何？軽く混ぜるんだね。軽く混ぜて黒蜜とタピオカと豆腐を混ぜる。じゃあ一緒にそれを食べます。見た目はね、あのインスタ不映えですけどもインスタ映えの料理あんまないよね。でもそれがうまい。それもママ食べたいんだけどな。あ、じゃあママちょっとあげる。先にちょっといただくよこれうまい。ママは飲みたいえ、これママはね、スプーン使うんじゃなくて飲むの。飲むんだ。飲み物として飲んで。じゃあどうぞ。飲んじゃうよ。はい、飲んで飲んで。え、これさ、まさに向こうの味再現されてんね。うん、めっちゃ飲んだな。え、別に。え、うま。別に。え、めちゃくちゃうまい。黒蜜かかってるから日本にあってもおかしくないよね、うん、なんか和菓子みたいな。あ、そうだね、あ、蜜みたいな。そう、めっちゃうまい。ママってさ、子供の頃で何食べてたの？あの甘いものとかで出たって。いや、まさにこれ。あ、まさにこれ。あ、そうなんだ。毎日食べてたような。ハロハロも、はい、だからあれか、向こうの人って太ってる人多いのか。ママ太ってなかった。ママそうだけどさ、親戚みんな太ってんじゃん、甘いものばっか食べるから。それはね、いや、子供の頃のこと言ってんでしょ。あ、そうえ、でもほとんどは毎日食べないと思うよ。でもぽっちゃりしてる人多くない？子供でも。甘いじゃん、甘党。多分それね、ファストフードなんだと思うんだ。あ、そっか、うん、アメリカンスタイルだもんね。でもこのさ、タオはさ、これ中国から来たやつなんでしょ。フィリピンのその料理って結構中国から多いの。多いよ、だって中国人。ママの友達もなんか中国系の人多いもんね。半分。美味しい。これいくらでもいける。朝昼晩いくらでもいける。そうだ、ね、パパとさ、たまに喧嘩するよね。そうよ。いや、でもパパに泣かされて、ね、なんで言うの、なんで言うの、やめて。本当に誤解されるから違う、なんで分かってくれないんだよみたいな感じで。いや、悔しくて泣いたんでしょ。悔しくて泣いたんだよ。でもどっちもどっちじゃない、まあ、別に悪いことしないじゃん。ただ言い合いになっただけじゃん。本当にしょうもないことです。何々の味は あれで味付けされてるんだよ。いや違うよ、こっちだよ。いや違うよ、そっちだろみたいな。絶対向こう譲ってくれない、うん、そんな感じで喧嘩しました。何これ、最後何、フィリピン料理がいきなり父親だぞ。本当よ、やめてよ。なんか、ね、なんで恥かくじゃん。うちが負けたと思われてんじゃん、視聴者さん。負けてませんからね。はい、ということで今日はですね、久しぶりにお母さんとマザコンデートしてきました。今回ここの来たお店の情報はですね、画面の下にありますので、ぜひ皆さんタホ、あとハロハロ、このデザートも本当に美味しいんで、騙されたと思って一回来てみてください。日本の皆さん、ぜひフィリピンの料理めちゃくちゃ美味しいんで食べに来てください。ということで、今回の動画が少しも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、 あ、そうだ、あのね、 Twitter、 そう、さっきママにお話したんですけど、公式マークがつきましたイエイ。知ってる？ツイッターの公式マークってあれね、なかなかつかない称号なのよ。でも実はさっき来る途中で電車の中で自慢されてだからそういうのやめてって。見せつけられました。恥ずかしいやつ。マネージャーもびっくりした。カモさんについちゃうのみたいな、他の YouTuber ついてないのにみたいな。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。実はこの動画2回目の撮り直しです。同じものを食べてます。だから俺大食いだよねさっき撮り終えた時に、あ、ごめんママ、録画ボタン押し忘れてた。ひどいんですよ。30分間ぐらいね、同じこと話してます。もう何なのこの、もうやめてよ、せっかくダイエットしたのに。冷や汗止まんなかったもんね。あの、これも食べきります、ちゃんとじゃあ、さよなら